はい、こんにちは。マッサージ師の癒し王藤です。私が読んだ3000冊の本の中から健康に役立つ本をご紹介します。今日は今野清著、弱った体が1分で良くなるをご紹介します。では結論から、弱った体を元気にするには酸素が必要、酸素が必要です。要点を3つ。酸素不足ががんを作る。逆に細胞に十分酸素を送ればがんは防げる。現代人の9割は酸欠状態。これは便利な生活が原因。酸素が 1% 減っても体調に変化をきたす。それでは酸欠状態を解消する3大要素をご紹介します。では1、有酸素運動。2、ゆったり呼吸。3、血流。上記3つを良くすれば酸素が供給されます。ちなみに有酸素運動の例として縄跳びのジャンプが推奨されています。酸素を取り込む力をアップします。以上、まとめますと、体を元気にするには有酸素運動、呼吸、血流を良くして酸素を全身に十分供給するように日々心がけましょう。ではまた。バイバイ。